おはようございます。こんばんは、バデューです。さあ、今日もボロボッツ皆さんと一緒に見ていきたいと思います。今日はウィナー動画が後ろの方についていますね。運営に報告する期限が昨日だったので、ウィナー動画はね、一昨日撮ってます。なんで、今日は結果だけ、最後の方にくっついてますんでね、お時間のある方は最後までお付き合いください。で、今日の主役はこの子ですね。アルティメットグリフィン。やっとのことで、なんとなく育ちました。まだ、完全ではありませんけれど、まあ使えるところまで持ってきましたってところですね。いやー、この電波を引くのにさ、何回、なんだろうな、1万 AU ぐらい使ったね。それぐらいなかなか出ませんでしたね。持ってなかったんでね。で、この子育てで何とか形になりましたんでね、今日5000か6000ほどしてて、そのうちの2000今日はね、ピックアップして見ていきたいと思いますね。細かいちょっとさ、仕様っていうかさ、あんまりちょっと細かいのはちょっとまだね、私自身がこの子よく分かってないので、今日は割愛しますね。アビリティ中攻撃を受けると敵が目つぶし食らいますっていうところだけは、まあ、この子の特徴なので、まあ、紹介しておきますって感じですね。ただ、飛んでる時間は大丈夫だけど、着地してて、着地しながら戦い続けてるとすぐやられちゃいます。そんなに強いわけじゃない。あくまでもブラインドを与えるだけなんで、で敵にブラインド耐性がついてたり、他のなんかさ、それを無効化するようないろんな、なんかそのあれを持ってた場合にはもう本当に弱いの。なのでこの子が活躍する場合は多分ないんだと思いますね。ただ嫌がらせしようとしては悪くないかなっていう感じでした。まあもうちょっと使い込んでね、私これはね、中距離ぐらいの武器、例えばカラミティとかアルティメットハサーとかさ、ああいう系の武器、もしくはパニッシャーティーでもいいかな、そっちの方がね効果的だと思いますね。まあ、超近接戦で今回さ、ストーム4つにしてますけれど、まあ、その辺りはちょっとおいおい、ちょっと、特化控え、チャレンジしながらですね、いい映像撮れたらまたご紹介したいと思います。それではですね、今日このアルティメットグリフィンなんとなく使えるようになりましたんでね、2000チョイスして見ていきたいと思います。それではいきます。よろしく、どうぞ。さあやっていくぞ。バトルモードはビーコンラッシュだ。さあどのマップで行くんだ。ああ、これか、ローマですね。グリフィンのね、アルティメットグリフィンが育ちましたんで、この動画を今撮ってます。2戦目かなこれ。さあ行くぞ。これね、まだね、どれぐらい飛距離が出るかってね、なんかよく分かってないですね。ここまでか。ラプターと違ってさ、自分でさ、着地してもね、選べないのが辛いよね。あー、そう怖い。通り過ぎていく。こうなるからさ。もうね、もう本当だよこれ。もう全然ね、使い切れてないっていうかさ、慣れてない。もうグリフィンなんてさ、何年ぶり。よいしょ。あとね、ストームそのものもさ、もう本当に使い慣れてないんでね、どれぐらい近く寄ったらさ火力出るのかがね、いまいちよく分かってないんだよ、ね。あとこの子の専用アビリティはあれですね、アビリティ使ってる時に攻撃すると目つぶしになりますね。あー、強いやつが来たな。あー、くそ、このビリビリ、初手のビリビリ、あー、うざいなこいつ本当に。いやちょっと、ああそうなんだよ、これバックジャンプしちゃうんだよな、ね、こうやって使いにくいよ、本当使いにくいんだよ。あ、なんでこれ、こいつこんなに回復してるよ。なんでこんなに回復してるよこれ。さっきまでずいぶん減ってたよね。あれ、レブナにどこ行っちゃう、逃げてきちゃう。ああ、ダンサーが出てきちゃう。あ、そう、なんか息切れ激しいね、やっぱり人。あいつ、まだまだあいつな、これ何なんだ、このさ。でも強いのは知ってんだけどさ、中にチーターいるんじゃねえかってずっと疑ってんだよね。ホットだっけ、あいつらちょっと強すぎんだよね。今なんでモリモリしたかわかんないけどさ、まあ、チーターじゃない人もいっぱいいるので、だけどね、
全然あのあれだよ、あいつをやれるのかやれないのか、今目つぶして全然攻撃できない。よいしょ、あ、いやいや攻撃できんのかな、あれ見えてんのかよ。これだよな、グリフィンのさ扱いにくいのはさ、あでもタイタンスリーみたいな、いけいけ、本当にジャンプがさうまくいかないんだよ。なんかダメだよ、この距離は届くぞって言ったけどむしろこの距離届く、なんか消えんのか、めんどくせえ、あーなんか外れたよし、もう一回追いかけていく、よいしょよいしょ、攻撃すれば目つぶしになっていく、嫌がらせしようとしたら結構いいね。たださジャンプがさ低いくてさ、こうグライディングするんだよねこれ。あ、いや一応なんか、ね、一応届いたね、タイタンスリアいただいていく、お、この距離でもあそこ届くか、よしよしよし、いっぱい来るんですか、来たね、来たね、よいしょ、おワンパンで死んでいく。嫌がらせしようっていうかさ、ある程度強くなったらやっぱりさ、ストーム、アルティメットストームのこの距離はさやばいよ。あ、一応ねシャープシューター入れてますね、この、ストームのシャープシューター、いやすげえ減るなこれ、マジか嫌がらせしように思ったより強かったね。シーカー持ってないんだよな、シーカー入れたいと思ってるんですけど、あ、いいだろ、結局のよいしょ、リングチンタがいていく、ちょっとまあまあちょっと格差マッチありすぎたかもしれないね。あのホットっていうあそこのクランのさ、あれ抜けたな、さてあまりにも味方が弱い、こういうとこがダメなんであそこのクランさあ、いざれてみていこうか。まあ嫌がらせしようとしては悪くないね、やっぱりアビリティ使ってる最中に攻撃受けると相手目つぶしになりますんでね、そのしばらくの間やっぱりさ、こう無敵になれるのがちょっと大きいね。15キル4ビーコン850万 GG です。ということで、まあちょっと軽くね2戦目なので、確か2戦目だったと思うんだけど、さっきやった時はもうちょっとねなんかグダグダだったんですけれど、まだね、もう一試合見ていこうかね、うん、それではいきます、よろしくどうぞ。さあやっていくぞ、バトルモードはビーコンラッシュだ。さあグリフィンを使っていく、あこのマップは中央飛べるのかな、グリフィン出ていきますね。もうね、5、6戦したかなまあ勝ったり負けたりでね敵とね戦ってさ、ジャンプするの忘れちゃったりするとね一瞬で溶けちゃうねやっぱりね巣はね所詮グリフィンだよ所詮グリフィンだからひたすらさアビリティを使ってさ飛び続けてないとダメなんだよね。よしここ届こうか、よし届きそうだ、いやーでも届かねえんだな、ジャンプラップほどのさ飛距離はないんだね。よいしょ、で攻撃受けたらみんな目つぶしになっていくか、団子か、ストームってさあれだよ、あれあれさっきのあれどれじゃん、下降りてった、逃げてった、飛んでくぞ、逃げた、うーんかなぁ、おいや、これやっぱりさ、あーちょっと待って、まだ、あーしまった、ラプターのさ感覚で飛んでるからさ結構やらかすんだよねこれ、もう全然慣れないよほんとまあでもね、こういうの長い飛距離が欲しい時はちょっと助かるね、やっぱり。なんでこの子当たんないの、勝てんのかな、全然届く、ね、そしてみんな攻撃してくれれば目つぶしになっていくな。あでもこの子ブラインド耐性ついてるんだ、こういう時ね耐性ついちゃうとさやっぱきつい、あでもまだブラインドかかったね、
も撮っていて、よし、そして、あー、と高さが出ないから登れないのか。あー、ちょっと、さあ、撮った、どこ行くぞ。まあ、これもあれだね、あの、固まってたからあれだね。もうリスチ入ったら俺もガツガツ行くぜ。行ったっけ、あ、なんかあれが来たね、リノスが来たね。よいしょ、リビングキッチン連発していくぞ。あのね、今みたいな子ね、追いかけてさ、テクテク歩いてったりするとね、一瞬にやられちゃう。とにかくさ、アビリティ溜まったらひたすらね、ジャンプ繰り返してないとさ、この子のあれが生きないね。だけど、結構アビリティ溜まるのは早いので、よし、この子近くに行って。うわぁ、ちょっと待って、溜まれよ。溜まってほしいとき、溜まらねえよ。この至近距離で、よしよし。ああ、でも今ちょっとブラインド体勢ついてこない。よいしょ、君もやってくれ。そして君、あれやめた。いや、まあブラインドかかってもさ、目つぶしはね効果あるけれど、一回かかるじゃない。そうすると体勢つくので、やっぱりね、3機も4機も囲まれたらさ、その体勢ついてつく前にやらないといけないとかさ、なかなかできないので、そんなに強いって印象がないんだよね。11キッチキル2ビーコン、2アシスト610万 GG です。まあ敵味方はこんな感じで、格差マッチだったんでね、まあしょうがないかなって感じですけれど、だから今ちょっと話かけてたんだけれど、ね、この機体はね、あの中距離武器がねいいと思うな。カラミティとか、あ、カラミティじゃねえ、スカージとかさ、アルティメットスカージ、アルティメットハサ、アルティメットイオン、あのあたりがいい。パニッシャー T でもいいかもしれないな。アルティメットパニッシャー T 私結構持ってますんでね、ちょっとね試してみたいと思いますけどね。でまたいい映像撮れるようだったら皆さんに紹介したいと思います。で、今日はですね、ギブアウェイのウィーナーの日なので、後ろの方に抽選動画ついてますんで、これから見てってください。それでは行きます。よろしく、どうぞ。はい、それではですね、早速ですけど、ギブアウェイウィーナー抽選動画撮っていきたいと思いますね。今回のプレゼント商品はこの子ですね。今画面に映っているディシプラインですね。新しいロケランの中武器です。これを7名の方にプレゼント、そういう企画になってます。まあね、思いのほか、エントリーが少なかったね。258、こんだけ強い武器なんでね、もうちょっといくかなと思いましたけど、258でしたね。横に逃げるとね、当たんねっていうのはね、なんとなくさ、みんなこう分かり始めたので、なんかこれ武器持っててもなんか当たんねえんだよなって、使わなくなってる人いると思うんですね。私も今使ってないんだけれど、ただみんなが使い始めると、どこ逃げてもこれが空から降ってくるんで、もうね、効果力もう浴びまくりでね、やばいですね。テストサーバーがみんな持ってたの、テストサーバーなんでね、みんな、当然この武器使ってましたんで、もうその時はどこにも逃げる場所がなかったです。だから分隊戦でね、これ使われるとね、結構辛いんですけれど、強い武器なんだけど、野良戦じゃなかなか今現時点ではの環境いきないですね。もうちょっと時間かかると思います。もうちょっと普及するとね、意欲発揮してくると思いますけれど、まあ今回ね、これを機にですね、1本手に入れていただければと思います。じゃあね、早速ですけれど、抽選動画撮っていきますね。まず1人目いくぞ。いやね、外国の方コメント結構いただいてたんで、今回外国の人オンパレードかと思ったけど、結構日本の方当たりましたね。よかった。じゃあね、上から順番に改めまして7名の方ご紹介します。今回の当選者はですね、ゼラじゃないカツラさん、ありがとうございます。
クラバウターマンさん、あとは原タイラーさん、あと木更津、木更津なんだっけ木更木、源太郎さんね、あとはギガゼットさんに、トイハルルーさんに、アルベルト・モンタローさんね、モンテロさんかね、以上7名、ディスプライン送らせていただきますので有効活用ください。おめでとうございました。ということでですね、今週末は多分警部機が来るんだと思いますけど、その翌週がいよいよだね、いよいよ、うん、あの例のダックスが来るんだと思います。あ、その前にドローンが来るかな、あのウェイビーかな、ウェーバーかな、ダックスは最後かもしれないし、最後だったら困んな。なんでかっていうとさ、11月の最後の週はね、私あれ行くんだよね、ちょっとねツーリング、本当は来週行こうと思ってたんだけど、ちょっと雨降りそうなんで日にち変えたんですね。だから最後の週に来てもらうとね、ちょっと抽選動画撮れなそうな、そうなんで、あ、大丈夫かな、うん、まあまあまあ、ギリ大丈夫だ、1日ぐらいしかエントリー期間ないけど大丈夫かもしれないですね。まあまあいいや、話長くなっちゃいましたね。ということで、改めましてね、送らせていただきます、有効活用ください。おめでとうございました。ということで、抽選動画は以上とさせていただきます。はい、ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価いただけますと励みになります。それじゃねー、またねー、じゃねー。